グレゴリー・ブライトグレゴリー・ブライトは、ロシア帝国、ムイコラーユ出身のアメリカ合衆国の物理学者。ニューヨーク大学、ウィスコンシン大学、イエール大学、ニューヨーク州立大学バッファロー校の教授を歴任した。友人・ウィグナーと共に、粒子の共鳴状態を記述した。また、エドワード・コンドンと共に初めて陽子、陽子三段を記述した。 二電子系の相対論的な波動方程式を禁じするブライト方程式は彼の名前に由来している。1921年にライデン大学のポールウェーレンフェストの助手となった。1967年にアメリカ国家科学賞。1969年にトム・ダブルー・ボナー原子核物理学賞を受賞した。1927年から1929年。 1939年から1941年、1954年から1956年、1961年から1963年の4度に、わたってフィジカルレビュー誌の共同編集者を務めた。1940年4月には、アメリカ国家研究会議に参加し、第二次世界大戦において、 自国の科学技術の軍事転用の可能性に向けた自己検閲政策について意見を述べた。戦争の初期にはブライトはアーサー・コンプトンによって最初の原子爆弾の初期デザインの監督を任され、これは後にマンハッタイ計画につながった。ブライトは仕事の進みが遅く、また計画に機密保護違反があったと感じてこの職を辞めた。ブライトの後は ロバート・オッペンハイマーが次、彼は後に計画全体の科学面の責任者となった。ありがとうございます。